その仕事の分担があるんだ。ちょっと待って、お前狙ってんだろ、それ完全に。完全に私の体目当てでしょ。ちょっとマジかよ。策略だわ、これ。めちゃめちゃ酒盛られるよ、これ。燃料になるものや食べられそうなものを集めるだなも。さあ、そうと決まれば早速準備を始めるだなも。うわー、もうこいつ餌にするから大丈夫。今夜はね、たぬき鍋でいきましょうよ。うわー、これは体目当て。ちょっと、たぬきちさん。さてと、月の水戸さん。まずは火を起こすときに使う細めの枝を拾ってきてちょうだい。僕のは細くないダナモよ。ふふふみたいな感じのさ。やめてくれる？僕は待ってる間にこの島の木に生えてるリンゴらしき実の正体を調べておくダナモ。なるほどね。リンゴらしき実の正体を調べるかっこいいミシン。その手には乗りませんよ。私はなるべくキュウリを取りますからね。半径5メートル以内には近寄ってこないでください。よし。後でお邪魔するだろう。後でお邪魔するだのもよ。あ、これがテントだなもか。いいのもね。あ、いや、家具分けに来ただけだから心配しないでだなも。みたいな。これちょっと不穏ですね。狭いテントの下で、この陰獣たちと一緒になってね。よし。陰獣たぬきち。いや、ここたぬきちと二人で寝れないんじゃないかな。タヌキチのベッドがないんだよね。まあ、いっか、シングルベッドの方が燃えるだなもっていう声が聞こえてきたわ、今、タヌキチの。起きてたらちょっと外に出てきてほしいだな。オッケー。よし、行くか。まあ、早速ね、ちょっと呼びつけがあったんで、パパからの呼びつけじゃね。あ、すいません、ちょっと間違えました。タヌキチさんね。よかった、月の水戸さん、無事だったんだなもね。テントに戻ってから丸一日見かけないから心配しただのもよ。え、そんなに？あはは、新しい環境に体が慣れなくて疲れちゃったのかもしれないだのもね。それはそうと。体硬いね、月の水戸さん。僕が今からテントの中でほぐしてあげるだのもよ。あ、すいません、ちょっと文章間違えました。移住者の皆さんに大事なものを配りに来たんだのも。何？まずはこれをどうぞ。これあれでしょ、パパの唾液チップでしょ。あ、スマートフォン。あっつ、スマホ。スマホなんだのも。そんな現代的なものいきなりもらえちゃうんだ。あ、動作チェックしておいたからちょっと電源入れてみてくれない？大丈夫？パパ、昨日の写真入ってない？ 昨日撮った写真入ってないが大丈夫かな？事故るよ、そしたらいきなり出てきたらね。ちょっと写真のところはあんま開かない方がいいかな。これ多分盗聴器だろうな。 ちゃんと電波も入ってるだろうね。これたぬきち回電波で盗聴されてるでしょ。はい、この移住パッケージの請求書なんだもん。おー、なるほど。まあ、せいぜいどんぐらいだろうな。1、10、100、1000万、4万9800ベル払えません。まあでも、たぬきちさんね、昨日の分で多分2万ベルぐらい、いや、1万5千ベルぐらいでしょ。お金ないってことはね、もうそういうことですよね。ちょっとこれは怖いね。ベル高なら1回150ベルじゃん。え、月の実と1回150ベル説？それはちょっと、月の実と案外安いぞ、これ。はい、何をする？もう自分次第、自由だ。本当に？それって本当に自由って言う？本当の自由って何？こっからの暮らしは現実と同じ時間が流れていきます。なんかこれちょっと怖いね。多分なんか引きこもりとか、ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れていきますっていうのを見たら頭かきむしっちゃうんじゃないの？ちょっと写真更新しようか、そしたらね。じゃあ、たぬきちの前で脱がされてるところをちょっと撮影しますか。はい。このね、よく見たら寝取られてるのが分かるみたいなね、そういうあれでいきましょう。よし。 これで これもう 彼氏見てるのやつじゃん、これもう。 よし、じゃあこれで閉じましょうか、とりあえずは。